N さんという男性がまだ小学生の頃に体験した話です。当時彼が住んでいたのは兵庫県の田舎の村でした。町に出ようと思ったら1時間以上は電車に揺られなければいけない。その分自然が豊かで、子供からすれば山に川に森、遊ぶところはたくさんあった。ある日、学校に来た友達が、ねえ、カラスってさ、地面に潜るって知ってる？そう尋ねてきた。カラスが地面に潜る。潜るというのは地面の中に入るということだろうか。だが、空を飛ぶのはわかるが、地面の中にカラスが入るなんて、何を言ってるのかよくわからなかった。信じられないと言うと、いや、だから、死んでるんだよ。死んでるなら、なおさら動かないだろう。動かないカラスがどうやって地面の中に入るというのか。他の仲間たちも散々文句を言って、すると、友達は、じゃあ、今日、学校が終わったらみんなで見に行こう。放課後、自分がカラスを見た場所に案内するという。学校が終わって、友達を先頭にみんなで自転車で向かったのは、学校の近くにある山のふもとでした。そこには、旧家の家が一軒建っていて、その家の脇に空き地がある。その空き地がカラスが地面に潜る場所なのだという。ロープが張られて入らないようにというふうにはなっていましたが、みんなロープをくぐって空き地の中に入っていく。友達が案内して、ここと指さしたのは、何の変哲もない雑草が生えている地面でした。穴が開いているわけでもない。何？何もないじゃん。よく見てよ。彼が指さしているところに、カラスの羽が一枚落ちていました。だが、これがどうしたというのか。田舎では別に珍しいものではない。すると彼は、昨日見たとき、カラスが暴れてたから、その羽だと思う。ん？カラスが暴れていた。地面に潜るときは死んでいると言っていなかったか。うん。だから、生きているやつが死んで地面に潜る。ん？どうも要領を得ない。どうして死ぬのかと尋ねる。ギュッてされるんだよ。ギュッとは一体何のことか。聞けば聞くほどわけがわからなかった。友達もうまく伝わらないのがもうどうにももどかしいのか。だから、生きてるカラスがここに来たら、地面から一斉に手がブワーって出てきて、それがカラスを捕まえてギュッてしてここで殺すんだよ。殺されたカラスの死体が手と一緒に地面に潜ってくの。そう言って、彼は地面を指さした。あたりを改めて見てみれば、雑草の影という影に、カラスの黒い羽が落ちている。その空き地は、カラスの羽で埋め尽くされていました。皆は怖くなって、慌ててその場所から逃げ出した。結局、なぜそこでカラスが死ぬのか、カラスが地面に潜ることに一体どんな意味があるのかはわからなかったが、その小学校では同じようなことを言う子が他にも何人かいたということでした。